れたボールですよね、はい、今この曽田が競っていきます。曽田が競り勝った。さあこぼれたところチャンスになるか、カッポロ、うん、うわーどうだ、三浦監督のこのその喜びを見てください。ですね、これ采配ぴったりですよね。最後に曽田が競り勝って、西ですね、ですか、いやー、秘密兵器西、秘密兵器ですよね。やりました西。堀本さん、はい、西選手が決めた。いやー、クライトンチャンスになる。サポートを待つ西が来る。浮き球のパスからワンコントロール、シュート、勝ち越し、コンサドーレ。セーフティーにやらなくてはいけないボールだったと思いますけどね、はい、最後は南の股間を抜けていきました。西のシュート、札幌が勝ち越しに成功です。次節に向けてサポーターに一言お願いいたします。次節はホームでの試合なんで、これ以上のいいゲームをしたいと思うんで応援よろしくお願いします。おめでとうございました。やはりこういった形で入れれば何かが起こるということありますよね。西も難しいディグループあそこに1個も変えましたよね、はい、どちらかというとその後ろ向いたゴールシーンです。アンデルソンの方がポジション的には良かったかもしれませんけれども、難しい形からよく使います。フライトがいいスペースに運んでいってヘディング、大分はクリア、そして西の橋本シュート、決まった。西大吾、土壇場でこの同点ゴールを見ました。あの前で変わった西がめっちゃ出しました。素晴らしいシュートでしたね。ここよく粘りましたね、はい、ここでチームがこんなポジション取りそうなんだけど厳しいですよね、本当に厳しいです、はい、ヘディングシュート、勝ったと22番西、西のヘディングシュート、コーナーキックから先制したのは札幌、セットプレーからでした。頭一つ、この大変なんですね、やはり、はい、あそこでやっぱり中野かなり頑張りますけど、西入りたい、ヘディングシュート、ゴール、コンサドーレ札幌逆転しました。いいですね、今ね、いや西が戻りました。今多分ワン、さあここ西だ、西、西、西、左足、西大吾決めた。フォワードとして3試合目の出場、今シーズン3ゴール目、西大吾が決めました。プロ入りホーム初ゴールになりました、西大吾。まあね、あの辺の、まあ、前節もトラップでね、こう見事なかわし方からもう押し出されてるんですけど、はい、札幌の、まあ、宮澤と上里のところですね、少し西が出る、西シュート、素晴らしい、今日2点目、素晴らしいシュート、西の右足、振り抜いた右足からなんと今日2点目、3対1、再び柔道に立てました。簡単なもんですね、これキーパーからのキック1本なんですけど、これのキーのこぼれをそのまま、思い切りの良さですよね。今のは一瞬の隙を突いたシュートでしたね。そうですね、キーパーもちょっとまだ準備が、宮澤から中にヘディングシュート、決まった。前半の17分、ヘディングシュート、もう綺麗ですよね。ゴール前、潰した、シュート、決まった。札幌3点目、西が今日の試合いいシュートですね。走り込んでいこうというところ、ブレを切りました石川。さあここは札幌ボールになる、ゴール前に飛び込んでいって決まりました。先制点は
は前節に続いて西大吾背番号22番ホームコンサドーレ札幌がまずゴールをこじ開けました。まあ、そこへ、まあ、アリクロスでね厳しいところはよく入れたと思いますね、はい、それがまあ西が触ってるんですかね。前節2ゴールの西が触ってますね。2ゴール上げた西選手です。まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。今の気持ち聞かせてください。嬉しいです。今日西さんこのホームゲームでホームの試合で初のゴール決めまして2ゴール、このゴールいかがでしたか？ずっとホームで取りたいと思ってたんで、まあ、点を取ってチームの勝ちに貢献できたのが一番嬉しいです。サポーターの皆さんのこの生き生きとした表情からもその思いなんか伝わってきますね。本当ですね。久しぶりのこういい表情をしてますよね皆さんね。この応援の一体感が今日はより一層、まあ、大きくなったそんな印象もあります。いやー、これが札幌のサポーターの皆さんが待ち望んでいた光景でしょうね。サポーターの近くによって平川さん、その思いを伝えるんでしょうか？拡声器は今日はもらわないんですね。これはサポーターのもとに今駆け上がって、うわー、この喜びの表情。ホームでプロ入り初ゴールを今日決めました西大吾。サポーターとまさに一体となって喜びを分かち合っています。あ、拡声器です。サポーターの皆さんを鼓舞するようなそういった発言をしているんでしょう。フォワードとして何か期待が高まりましたがいかがでしょう？そうですね、点を取るだけではなくてやはり前線の起点という意味で彼はボールがよく収まりますんでね、はい、まあ、そのところをどれくらいこう石崎さんが石崎監督が評価をしてこれからどのポジションでまたハファエルが入ってきても併用しあるいは使っていくのかというところは見ものになってくると思います。はい、はい。